こんにちは、ふみです。本日はですね、裏4次元の動画になるんですけども、なぜこれを撮ったかと言いますとですね、この間ね、マッハの軌跡をね撮りに行ったんですよ。裏4次元に。で、裏4次元初挑戦の初クリアだったんですけど、この編成でやったらめちゃめちゃ楽だったので、ご紹介していこうかなという感じになっております。まあでも基本的には表の4次元のミストバーンの位置、サブのミストバーンの位置がイルミになってるだけなんですけど、このイルミがね、かなりいい役割をしていたので、はい、ご紹介していきます。編成のね詳細については動画の最後に画像を出しておくので、そちらご覧ください。はい、で、最初の方のね、ちょっと編集までの説明があれですけども、まあいろいろヘイストして、まあ、リラチェンねされてるんですけど、意外とサブ全員リラチェンされても大丈夫な感じのリーダースキルなので、まあ、そのまま突破してあげます。で、2回は、まあ、麦ドラだったら、平積みで半分まで削ってから全体攻撃ですね。はい、でここね2階層で指奪われてるんですけど、指を返す術がないので、まあ、そこだけちょっと注意なんですが、もう本当にね、闇2コンボとプラス1コンボしてれば10コンボ到達してしまうので、そこまで問題はないかなと思います。ここもですね、イノスケ打ってミストバーンで闇横一列生成してもらえれば、指なんてね2秒あれば組めますから、はい、こんな感じで、組んであげて突破となります。で、持って4次元の動画もサブミストバーンのやつ出してるんですけど、まあ、基本的に立ち回りは一緒になります。ブラックバードとガローの、まあ、ループで使っていくんですけど、まあ、ループしない部分たくさんあるけどね、そうですね。で、ガローなんですけど、ガローは10階と15階層の初手で、ガロー打ちたいので、まあ、そこだけちょっと順番間違えないように気をつけてください。突破時、まあ、9階突破時と14階突破時に、ブラックバードの方を使ってあげるっていう順番だけ覚えておいてください。で、ここは、スキルダメしてから突破ですね。で、イルミンのね何が強いかと言いますと、まあ、全体火力がね下がっちゃうっていうのはあるんですけども、まあその分というか、釘ドロップが強かったり、まあ、ロック解除もねできるのですごく強いです。まあ、釘ドロップがね強い。何回だっけ、何回か忘れたけど、なんだっけな名前が出てこない。メタトロンのね、パズル教室、日本語が出てこなさすぎるんですけど、パズル教室を釘ドロップで超根性をね飛ばして無視することができます。これはね、パズル教室ね全然難しくないよっていう方はあれかもしれないけど、私は全然失敗することがあるので、この釘ドロップがあることによってかなり楽になるかなと思います。はい、この辺は特に問題ないですね。ルーレットも、難しくないでしょう、ここは。で、ここの階層は、絶対に無効貫通の敵が出てくるので、ダースベイダー使ってあげて闇にコンボしてあげてください。で、チャコルは溜まってると思うんですけど、とりあえず次の階層で打つのでまだ打たないでください。はい、で8階は、オロチのロックが来るので、そのロックを解除しながら、チャコルここからループしていきます。はい、ここからはもう完全にループで大丈夫ですね。で、ロック解除して殴って、あれ、なんか飛んだ一旦飛んじゃったね、一旦飛んじゃったけど、2回目もロックしてくると思うんで、それはイルミとかで解除してあげてください。すいません。ここはリダチェンは特に誰でも、大丈夫だと思います。はい、誰でもワンパンできるんですけど、イルミの時だけ闇じゃないや、火が必要になってくるんですけど、まあそれはね、欠損しちゃってたらもうドンマイって感じうん、ちょっとそこだけあれかな、積み要素かもしれないですけど、あんまり、まあたまにあるけどね。はい、
でここは、こんな感じで、ミストバーンを使って1回崩して、60% まで削ります。でもし落ち込んで闇が乗っちゃったりして、突破しちゃう時もあるんですけど、まあ、それはそれで別に大丈夫です。ちょっとこの立ち回りだとスキルダメができるよっていうだけなので、まあ、別に突破しちゃっても大丈夫です。はい、でスキルダメしたら突破していきます。ウリドラだった場合は、ガロを初手で使って消し台ドロップを回復していく形ですね。次回、ここは、指が奪われるので、3ターン後かな、まあ、指激減の、最終ターンに、突破していく形になります。ワンパンできるので、はい、まあ、いっぱい闇集めてあげて最終ターンに突破です。で光は一旦光じゃない闇にコンボで殴って、これも最終ターンに、ダースベイダー打って突破になります。はい、奇跡階層ですね。ここは表と違って、奇跡が出てくるので、まあここはまあでも普通に全体攻撃含めながらいいですかね。でここです。ここ半分削ったらちょっと忘れちゃったんですけど、今回イルミを打ってあげてください。まあ、色があってもイルミを打ってあげて、次のターンで釘ドロップが降ってくる盤面にあるようにしておくと、ここの13階層でメタトロンが出た時に釘ドロップを消しながら、ワンパンすることでパズル教室を無視することができますので、はい、パズル教室苦手な方はね、ぜひやってみてください。はい、でスカマリは半分切ると闇吸収になっちゃうんで、ガロで、落ち込んなしにしてから闇3コンボと回復2コンボとかで、ちょうどね多分 48% ぐらい削りますので、はい、それをやってからブラックバードで突破っていう形にしてください。はい、14回は、何が来てもワンパンできると思います。まあ、若干キーとか吸収されちゃうけど、まあ、その分闇消してれば、まあ、後ろの3体が飛ばしてくれるかなと思うので、しっかりと組んでいきます。はい、次の階層はガロをね絶対使うので、ここはブラックバードで突破してあげてください。はい、ガロを使って消せないよ回復していきます。ここねちょっとチャコル打ち忘れてって先生受けてるんですけど、まあ、一応ねチャコルなくてもまあこんな感じで受けれはしますね全然。はい、ガロを使って殴ったら2回目ブラックバード使って突破。そしたらボスですね。ボスはボスも1回目ガロを使ってで、まあ、落ち込ん書き換えるっていう形ですね。書き換えてもらって、ここも半分切らないように、闇2コンボと他3コンボぐらいで調整してあげます。そうするとこんな感じでちょうどね 40% ぐらい削るの で、 でそしたらもうこっからワンパン狙いに行きます。ダースベイダーのね後ろの無駄のスキル溜まっちゃったんですけど、こんな感じでいっぱい闇を組んであげて突破していきます。でですね、この後ですねちょっと盤面のドロップが変わりましたね。はい、変わってて別テイクになっております。なぜかというと、ルーレットを作られた時に闇がつながっちゃって負けたからです。すいませんでした。いや、この負け方本当にね、嫌なんだよね。まあ、それはそうなんだけどさ。いや、嫌だよね。今回はですね、光見るなので、まあ、ひたすらに殴っていくだけです。まあ、何が来てもひたすら殴るだけなんですけど、光見るに関しては、75% 減のこの行動ね、今の行動の時は全然削れないので、うん。76番面になったり、まあ、攻撃してくるターンだけだったり、まあ、無効貫通のターンはちょっとダースベイダーがいないときついけど、まあ、76か攻撃だけしてくるターンとかに、思いっきり削るように意識してあげたらいいかなと思います。で半分切るときは必ず HP を満タンにしてから、
でチャコルを必ず貼った状態で受けてください。結構ギリギリで見てもらえれば分かるんですけど、結構ギリギリで受けます。はい、はい、ギリで受けて火薬花火はダースベイダーじゃなくてキルバンじゃなくてミストバンで変換してあげてください。はい、まああとも一緒ですね。まあ、75% 盾じゃない時に頑張って削っていくという感じになります。で、水ミルはですね、多分3ターンぐらいチャコルがあれば受けれたはずなので、まあその間に倒しきるっていう感じですね。で、木も、まあ、特に問題ないかったかなと思います。殴るだけですね。ひたすらに殴るっていう感じになっておりますね。はい、ということでクリアです。まあ、個人的に奇跡が落ちるっていうこともあって、まあ表もあるんだったら裏回った方がいいのかなっていう気がしてます。わかんないけども、それは人それぞれか。まあ一応ね、裏四次元は星6以下強化なので、こうやってイルミとかガロを入れてあげたら強いかなと思いますね。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。